会を続ける愚かなる人類の皆さん、こんにちは。どこから目線で喋ってるんだよ。ということで今回もやっていきましょう。コールオブデューティー。今回も MVP を獲得してチームを勝利に導いてみせましょう。一度取れただけで調子に乗るな。今回はこちらの玉ねぎ工場での戦闘になります。このマップのどこに玉ねぎ要素があるんですか？早速接敵したので、まずは華麗なる1キルをゲットします。やられてるのにセリフを最後まで言い切るやつ初めて見た。悔しいのでリスポーンしました。悔しいとか関係なくリスポーンするシステムだからね。初めてのマップなので道がわかりません。ですので今から千鶴ちゃんについていきます。千鶴ちゃん右に行きましたけど、今左に行った敵を追いかけてみるとすでに倒れていますね。まさか貧血でも起こしたのかな。戦闘が行われてる場所で倒れてる人を見つけて最初に疑うのが貧血なの鈍感すぎるだろ。華麗なるヘッドショットを決めて1キルゲット。何回かやられたから今回負け試合になるかと思ってたから一安心ですね。やっぱり今回は負け試合なようですね。いやいや試合はこれからが本番ですよ。なんならまだ試合始まってないんじゃない。お前のせいでもう3倍差できてんだよ。おかしい。イルミナチの陰謀がもうここまで。何でもかんでもイルミナチのせいにしとけばいけると思うなよ。正面の建物の中に敵兵の匂いがする。ゲームなんだから匂い関係ねえだろ。やられました。いやわかる。いやでもねマリサ、人間大事なのは中身なのであってプレイスキルとかじゃない。さすがに今のはどうしようもない気がする。歯を食いしばって耐えろ。精神論より立ちが悪い。でもワンチャン上を見てライフルでミサイル迎撃できたりしないかな。システム的にそれが可能であってもお前のエイム力じゃ無理。ここでまた敵をキルできました。もうこれで動画の撮れ高としては十分かな。たった2キルで満足する実況者。実は今回初めて使うアサルトライフルなんですけど、この武器私には合ってないんじゃないかと思いまして。そんなもん見てる人はとっくに気づいてるからね。やっぱり私は現場じゃなくて遠くから指揮を取る政治家とかの方が向いてる気がする。もしお前みたいなのが政治家になったら3日で無政府状態になるわ。華麗なるダブルキルをゲットして前進。ゆっくり霊夢は破竹の快進撃を遂げるのであった。今のとこやられた数の方が多いんですが、こういうゲームは高所有利と推理して高所に来ました。なるほど、上からの眺めは最高ですね。何しに来た。昔見た東京タワーのてっぺんから見た景色を思い出します。しかし要素はゼロ。高いところからジャンプしてみると敵兵二人が。なんだ今のやつらチーターか。自分が負けたからってチーター認定すな。もしそうじゃないならものすごい上級者ってこと。お前がしょぼすぎるんだよ。結局今のとこ負けてる一番の敗因はですね、昨日タンスの角に中指ぶつけたことなんですよ。足の怪我なら全然関係ないだ。どうやって中指ぶつけたんだよ。ギリ遮蔽物がある場所で敵と鉢合わせ。遮蔽物があると強いな。必然的に盾になってくれるからね。ということで運営さん、このマップの地面を全て遮蔽物で埋めてください。足の踏み場なくなるわ。近くに敵はいないので一度リロード。ホラゲーのセーブとリロードはこまめにしろっていうもんね。ホラゲーのセーブ関係ねえだろ。弾込めも終わったので次の敵まで脱出します。散々やられておいてなんで控えめに行動できないんだよ。今右から敵の攻撃が来ました。なんだあれは。敵兵ではなかったな。もしやあれがカラクリか。江戸時代の人ですか。どうやら後ろに敵がいたみたいですね。私が草食動物だったら視界が広くて今の敵にも気づけたのに。自分の生まれてきた生態系単位で後悔してる人初めて見た。ということで今の敵へ復讐に行きます。また一緒に戦ってくれよな千鶴ちゃん。なんでさっきからこの人に粘着してるの。はい、復讐するまでもなく敗北しました。普通に戦犯案件動画。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とシェアをお願いします。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。他にもいろんな動画を投稿してるからよかったら見てほしいんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。